どうもクラウドです。今回はタイトル通り8月8日なのでマリオカート8の方をやっていこうと思います。よろしくお願いします。いやー、月が綺麗ですね。はい、8月なんでね、月も綺麗でしょうということで、うん、おい、サンドリできねえわ、うん、すいませんね。ほんと俺ね、このゲーム、そう、プレイ時間とか見れたんすよね。毎日の記録だったかな、そこら辺で見れることをね、ネットで調べて、そう、知ってね。あー、死んだわ。あ、プレイ時間がね、なんと100時間しかなかったんすよね。100時間でよう、レート1万もいってたなーって思いましたね。あー、キラーだ。あ、このゲームのキラー、もう早いんか。なるほどね。てか、そう、アイテムが1個しか、アイテム通り越しちゃうんだ。そうなんだ。ちょっととりあえずこれは、当たりたくはないし、コイン回収しながら行きましょうか。まあ、このゲームね、1位独走ゲーなんでね、1位独走したらもう安定してサンドリを組めるって。じゃあ、ここを組んだ方が早いんか？わかんねえや。え？何？落ちたの？なんかアイテム取れてねえし。てか、花ちゃんバギー、このゲーム流行ってんだね、意外と。これはさすがに食らえそうなんで。なんだ、来たし。いやー、おい、強いアイテム持ってんな、この前の子。サンドリってさ、どうやってやるんだろう。できねえんだよな。当時から別にできたったこともないし、一人、あー、これはアイテム交換できないから終わったわ。潰してくれ。君たち二人で潰し合ってくれ。ダメか。あー、クソ無駄だった。じゃあここでサンドリするわ、うん、おい危ねえな。まあ8ジャックス最近頑張ってるから走ることはないけど、ちょっと操作性違うっちゃ違うよね。いや、どう言ったらいいか分からんけど、うん、ちょっとまあ頑張って1位目指してみます。はい、2列目はレインボー、ちょっとレインボーロードじゃない、リボンロードです。はい、ロードだけにちょっと騙されました。あ、ロードで思い出したんですけどね、8デラックスと8ね、ロード時間結構違うなって思いましたね。うん、まあもちろん最新作の方が早いっていう話ですね。うん、その点ではやっぱ8デラックスの方がデラックス化は知ってるんだなって思いましたね。このゲーム、DS どっちが難しかったんだろうね。難しさ的には。どうなんだろう。俺 DS は、そう、最近ちょっとやってみたって感じくらいだしね。わかんないし。どっちもやってる方に聞きたいね。さあ、ここで3乗りするぞ。理想としては何回、逆半切ってる、バカー。コントローラーが言うこと聞いてくれない。これはイカスミが消える。で、これね、本当はアイテム欄見れるじゃないですか。俺のさ、ゲームパッドの位置が悪すぎて見れないっすよ、ね。これ、バックスナイプして、せん方がよかったね、うん。このゲームは、もう防御取ったらそれで保持って感じなんですよね。うん、おぉ、8デラックスでもあんまできないのによう言ったな、俺。うん、これ3周目も頑張ってやるわ。さあ、リズムゲーしろ。怪しい。やっぱさ、リズムないとさ、てか、リズムゲーが上手い人ってさ、結構マリカ上手い人多いよね。っていうのを最近知りましてね。俺もね、シアトリズムっていうリズムゲームしてたんですけど、そこまで上手いかって言われたら微妙なところなんですけど。クラクション？ぐらいかなんで。とりあえずここで食らって、2位がどこにいるか見えないけど、いや、最後もしっかりショートカット決めて、おーおー、よういったな、マジで。俺もう3連続成功はなかなか珍しいな。これが8デラックスで培っていた技術ということで、よっしゃ1位取った。まあでも懐かしいゲームやると楽しいね。まあでもこのゲームに愛着あるかって言われたら、だって100時間しかやってないからね。でも昔のゲームやるの楽しいね。
はい、3レース目はマリサ GBA ですね。俺このコース結構好きなんで頑張ります。と言ってもまあこのゲーム前子なんで基本的には多分ね、うん、まあ分からんけど、まあ前頑張って走りますんでよろしくお願いします。こう行ってこう行って、なんか割とターボ溜まるの早い気がするんだよね、ミスター、うん、このゲームね、うん、ウルトラがない分、いや分からん、気のせいかもしれんけど、まあでも分かんないなでもここならいやー むずいって、できんできんできん、よしよしよし、ショートカットした、疑似ショートカットだけど怪しいけど OK。 うーん、ほらさ普通にこの人たちさ、あれ8デラックスで強いカスタム使ってんだよね、そういう点で、あーちょっと、あトゲじゃなかった、悪いじゃった、わからんかった、マジでなんかトゲっぽい音したなって思ったら悪いじゃったひどい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 、いやでもサンドリしたら早いなこれ、待ってこういって待って難しいよこのゲーム、うん、なかなかに難しいよこのゲーム本当に、うん、ケツ吸ってほしいな、ダメか、さあモートンに、うん、いいところ置いてるね、なんだ来ないから、とりあえず投げといて、ワンチャン何も持ってないんだよな、カード、いやトゲ来たーバカー、トゲ軽減して、え軽減ないのこのゲームマジ知らん知らん知らんちょっとテクいことしたら、うん、なんか、うん、罰が当たったわけじゃないけど。はい、これセブンの呪いです。はい、へぇ、このゲームトゲ軽減ないんだ。知らねえよ。皆さん、ね、ありがたいことに僕のおかげで知れましたね。さあ、8だったら運ゲーコースかわかんないけど、運ゲーコースです。はい、やっていきましょう。いやさあこのゲームさ久しぶりにさやってるんだけど、これさ今エイトラックス、まあ上手い人たちたくさんいるしさ、ね、実況者もたくさんいるわけですし、それでさ実況者プレスにしたらどうなるんだろうかなって思ってね、ちょっとやってほしいんだけどね、でも俺やったら多分ねボコボコにされそうな気がするんだよね、みんな触れるんかなこのゲーム、ちょっと気になるよね。でもエイトからね、8デラックスに移行したって人もたくさんいるだろうし、ちょっと当たり前だと思うんだけど、俺はあんま8やってないからね、ちょっと下手なんですけど、ぜひある時は呼んでください。人数分足りなかったら、うん、下手ですけど呼んでくれたら嬉しいですね、はい、むしろ僕が主催しましょうか、僕が最下位になるだけですけどみんな事前準備とかね、ちょっとレースするとかなしでやったらまだいけるんじゃないかな、さあどうなんでしょうか、バグるか、うん、バグるほどバグってはないな、うーん、いやー出てない、アナイスさんだ、軽減はないと、そうだよね、あそうダブルもないからこういう感じでいいとして、あー来た来たこれ、あこのコースだってか、やっぱ前だね、カラカラ砂漠とかはどうなんか、うまいなそのスナイプ、 OK 使って、うん、強いな前のこの相手のな、しゃあないこれはかわいそう2位や4位まで、あ、うん、4位になってるよな多分もっと下がってるかちょっと前抜かせねえよ、もう一列やらせてください。部屋崩壊しまして、で次の部屋に潜ったらめちゃくちゃっていうか俺よりレートが高い部屋になりました。はい、まあこれラストレースに、まあ、頑張っていこうと思います。うん、普通に強い部屋だと思います。いやーまあやってみた感想としてはあれだね、抜けられたらもう追いつけないねこのゲーム、だから前、うん、強い前頑張って張らないと無理だね、ただサンドリが俺できないっていうのがちょっと
しょぼいんで申し訳ないんですよね。ごめんね。今からでも遅くないからサンドリのやり方教えてください、誰か。それか、まあリズムゲームを鍛えましょうか、俺も。サンドリじゃなくて、シアトリズム極めたいと思います。はい、あ、これコイン取りに行った方が良かったかもしれないな。まあでも走り、コースは覚えてるからね。うん、どこでターンを解放したら、まあでもそれもまあガバガバっちゃガバガバだけど、ある程度は分かるよね。まあこれは無理していかない。 OK、 これクラクションでさ攻撃消せるよ。はい、いいよ。結構差もできてる。あー、ただ赤コーラが来るか。あー、食っちゃったね、残念。結構近寄ってきたな。あー、俺はアイテム取ったラッキー。はい、でした。もう別に嬉しくない。あー、ターボがたまんない。ジャンプアップします。攻めてしたい。ダメか。あ、裏の子が死んだな。ジャンプアクションが決まらない。いやー、せっかくいいところ見せたのに、あー、ごつんとしちゃう。どうやって勝つんだこっから。いやー、あー、俺食らうんだそれ。ボム強いなこのゲームも。相変わらずこのゲームもボムヘア強いわ。いやー、頑張れ俺。もうちょい上がりたい。アイテムは取れよ。オッケーオッケーオッケー。アイテムが出ない、アイテムが出ない、アイテムが出ない、アイテムが出ない。あー、ほい、当たんねー。あ、俺に当たったわ。はい、いやー、いいオチがつきましたね。はい、というわけで、マリオカート8実況者プレゼン、お待ちしております。はい。いや、でも見たいな。みんなどんな走りするんだろう。というわけで8月8日だったんで8しました。ありがとうございました。